ということで、おはようございます。秋の4日、続きでやっていきましょう。本日は日曜日ですが、今日ぐらいに生まれるはずだわと。何かを察知した主人公ちゃんが向かうワニは鳥小屋。卵は帰った。ノーベンバーまで行ったからディッセンバーだね。ディッセンバーって小さい2を入れるかどうか迷いましたが、まあ、ディセンバーの方がいいかな。ということで君はディセンバーだよ。秋だけどね。そしてもう1羽生まれた。こっちの卵も帰っている。1月って、ジャニアリでいいのか。なんか読み方が、として、カタカナに起こすとなんか変な感じがめちゃくちゃするんだけど。まあいい。君の名前はジャニアリだよ。よろしくね。家族が増えた。ということで、鶏小屋はとても充実してまいりました。おはようございます。改めましてやっていきましょう。お、明日も雨か。でもね、これ雨のおかげで水やりしなくても済むから、ちょっとお仕事に余裕が出ますね。マジックレッドをしまっておいて、山で追加で新しく拾ってきて、それを街の人たちに振る舞う日とかにしてもいいかもしれませんね。ちょっと最近忙しすぎて、全然、あれだから、街の人たちと交流できてないんで、こういう時に、これまでできていなかったお仕事をちょっとちゃんと手つけていくっていうのはやっておきたいですよね。え、ポテトはどうやってここに来たんだろう。鏡を見てこんなことを思うことがあったんだな。初めて見たパターンですね。どうやってここまで来たんだろうっていうのは気になるんだけどな。元からいた子じゃないのかな。まあ、この辺の野良犬じゃなくてなんか、もっと遠くからやってきていついたって感じなのかな。そしてどうしたザク。あ、出たー。包丁したじゃねえよ。注文した包丁届いてたぜ。確かに届けたぜ。そうか、ザクって、出荷業の他にこれもやってるんだったっけか。あれ、細かい設定なんですけど、ザクのお家が海辺の、あの、負担付き場のすぐ隣にあるんですよね。だから多分ミネラルタウンに、この、遠くから、何かを配送するときは船で来るから、その受け取りと配達まで全部、ザクがやってるっていう感じなんでしょうね。で、多分あの船経由で出荷物も持っていくから、ってことなんでしょうね。なんとなくそういうイメージになっております。そして、雨でちょっと、若干暗い雰囲気ではありますが、作物はだんだん大きくなってきていい感じですね。で、笑う場所はどこにあるの？川だよ。さて、あとは、牛さんが大きくなってくれたら、いよいよ牧場も、それらしくなってきたなぁとなるんですが。みるみるさん？まだまだ大きくならないね。まだ絞れないもんなぁ。これ多分一回りか二回りくらい、大きくなって、うわ、でっけってなると思うんですよね。そんな感じじゃない。これ大きくなったかぁぐらいだから、まあまだまだってことでしょうね。多分見れば一発でわかるぐらいまで行くと思うんですよね。楽しみなんだけど、まだまだ、時間かかりそうですね。もぐもぐもぐ。ちなみに、コロボックル君は雨降って、水やりの仕事がないので、ここで暇を持て遊んでいますね。お、卵増えてるね。小跡も卵を産むようになったね。これはなかなか大きいよね。卵って1個あたり、60ぐらいかな？はあったと思うので、毎日300確実に入るって考えたら、非常に大きい。正直、鳥の餌がなくなって、養鶏場のお世話になることになったとしても全然、毎日プラスになってくれるぐらいには、なってきたんじゃないかな。さあ、毎日こんだけ餌使うと、さすがにちょっとな、今の個数で足りるのかって、不安にはなってきますが、来年までは持ってくれるよな。という感じ。餌の数409。あれでもこれ10で割ったら40日しか持たなくね。あれまあ持たないような気がしてきた。よし、では挨拶回り行きましょう。あれ、グレイ君いないやんけ。そちらはわしの部屋だ。親しくない者には入ってもらいたくないのでな。親しくないと直接言われてしまいましたが、まあ、そりゃそうだよな。まだ仕事仲間で程度ですよね。デュークさん、ちょっとお話ししとこっかな。
そろそろお世話になる頃合いだと思うんだけどね。ワインを買うなら家の方へと言われますよね。これ確か、ブドウが収穫できる秋にならないとワイン買えないんじゃなかったかな。なんか昔すごい、あれって思った記憶があるもん。ワイナリーなのにワイン買えるの秋だけなのみたいな。まあガールバーは違うかもしれませんけどね。いやー元気？お守りを増やしてあげよう。マジックレッドだよ。さあどうだい？俺のこと好きになったかい？なってないね。まだまだこれからという感じ。マリー。穴8個でしょう。ちょっと余りそうだから、マリーにもちゃんとありとこうか。マリーと仲良くなっていくことで、グレイトの仲が進展しても、マリーが、でもあの仲のいい、メイちゃんだったら、許してあげなくちゃね、みたいな感じに思わせていく。そんな修羅場に発展する想定で、グレイ君と仲良くなっていくのはやめろという感じなんですが。ドクター。ここで、俺に野菜やフルーツを簡単に取れるミックスジュースの作り方を教えるから、まあ覚えて帰ってくれよ。材料は、いちご、パイナップル、山ぶどうの実、人参、きゅうり、キャベツ、リンゴ。このどれかを必ず入れないと失敗するよ。ん？このどれかを必ず？ということは、この中の一個だけでもいいのかな？いちご、パイナップル、ぶどうの実。例えば、いちごだけでミックスジュースになるのか。いや、いちごだけだったら単品の、ミックスじゃなくないか。単独ジュースになるんじゃないのか。とりあえずちょっとメモるか。よし、材料は OK。包丁は、あってもなくてもいいんだ。じゃあ包丁あったらどうなるんだ。包丁があった方が味が良くなるのか。包丁があってもなくても味も変わらないのか。ミキサーって書こうとしたら、ミサキって書いちゃった。包丁はカッコで、ミキサー。砂糖、塩で飲みやすく。砂糖、塩、カッコ2以下。めっちゃガチでメモってんな。まあ、とりあえずミキサーがあれば、ミキサーとイチゴを使えば確実に、完成自体はするのかな。あとは、いろいろな野菜やフルーツを入れて試してみるという、君なら材料には困らないだろう。本当？なるほどね。まあ、とりあえずそんな感じらしいです。ありがとう、とっても嬉しいわ。エリーはお花好きだから、あれなんですよね、山のお花をプレゼントすることで、結構仲良くはなりやすい方なんですよね。クリフ君はいるかーい。グレイはいる。お、クリフ君発見。今日のお花だよ。メイさん、僕、教会にいてもいなくても同じ反応するな。俺のことが好きだからこういう反応なのかい？なんでもないよ。この思い伝えるべきかどうかみたいな。そういう感じもあり得るかもしれねえな。レイク君、話をしようぜ。ああ、メイさん。ポプリはどうしてあんなにいつまでも子供なんだろう。なんかそういうため息をついていると、女の子からも呆れちゃうぞ。一生懸命になるものがあればいいんだろうけどね。ポプリは一生懸命になるものな。それこそカイトの、あれ、カイトの時間を大切にして、そこでは一生懸命になってるんじゃないのかな。何かしらハマるものがあっても、それがリック君的にね、気に入らないものだと、心配になっちゃうだろうし、難しいもんだよな。さて、他は大丈夫かな？まあ、ちょっと余ったんで、誰かにあげようか。あげるよ。ありがとうなの。コロボックル君から教えてもらえるレシピは、シフネンが代表して、スイートポテトだけなのかな？他の子からも他のレシピを教えてもらえたらちょっと面白いんだけど。まあ、ないかな。で、そうだ。明日5日が、ダットさん曰く、夜5時までの営業なんですよね。これは何かしらイベントがあるかもしれませんので、忘れず見ておきたいところですね。さあ、そして、キッチンに届いた包丁が届いている。むき身で置くんじゃねえという感じがすごいするんですが。まあ、この、なんていうの？流し台に置いてあるんだったらまだマシかな。ハーベストムーンって確か、この辺の、普通の料理台みたいなところにドバッと、剥き出し置いてあったような気がするんで、まあちょっとは、マシなのかもしれませんね。でもなんかやっぱり、
せっかくね、この下に引き出しみたいなのがあるんだから、この中入れときようと思うんだけど、ちょっと包丁がでかすぎるから多分入らないんでしょうね。このサイズ。これちょっと、あれだね、サイズをミスった感がありますね。この包丁いいじゃん。何でも切れるし、どんな料理にも使えそうな万能包丁だねって言って買ったら、やべえ、でかすぎて、うちのキッチンの引き出しに入らないんだけど、これって。なっている可能性はありますね。困った陸国にむきみで置いてあると。そういう可能性もなくはないなと、発見したところで、おやすみ。おはようございます。なんか今日は一段と雨の勢いが強いような気がする秋の5日やっていきましょう。本日は月曜日。また雨かい。ここまで全然雨降ってこなかったからって、なんか反動でめちゃくちゃ降ってないか。鏡を見るよ。おっさん。おっさんへの思いも、とろしつつ、やっていきましょう。ちなみに次のイベントは9日にあるんだね。収穫祭。収穫祭は確か鍋に、いろいろと持ち寄った食材をぶち込んで、闇鍋を作ろうっていうイベントだったと思うので。まあ、作物じゃなくても OK なんで、あんまり気にせずね、その時に持ってきてそうなもんだけ持っていく感じにしましょう。さて、コロボックルくんたちが一旦お帰りですが、収穫できそうなものはまだないかな？ないね。ですが、早ければサツマイモが明日か明後日ぐらいに出来上がるんじゃなかったかな。まあ、他のやつも、タイミング的には明日あたりちょっと怪しいので、なんか菓子折り持ってって、コロボックルくんと仲良くなっておいてから、その上でちょっと明日から3日か、まあ、ちょっと長めに1週間とかで取ってもいいかもしんないな。で、収穫だけお願いするパターンで行ってみようかな。幸いにも雨が多いので、まあ、明日くらいは大丈夫でしょうが、まあ、明後日以降も、最終的にね、プレイヤーが全部やってしまった方が早そうだし、そのスタイルで行きましょうかね。今一番いいのこれかな？じゃあ置いとこう。ちなみになんだけど、この状態でもう一個置こうとするとどうなるんだろう。試したことない気がする。あ、鳥小屋が、鶏でいっぱいだ。ひよこが生まれても餌置き場がない。こうなるんだね。あれ？てか5000まで行ってるな。順調かな？全然出荷できてる感じしなかったと思ってたんだけど、なんだかんだもう今月だけで4000まで行ってんだ。悪くはないよ。てかポプリめっちゃ愛情度溜まってない？ June, July, August, September, October, September, October, November, December, January。 January だけすげえ浮いてる感じするな。さあではちょっと今日は一個やっておきたいことがある。そのために町へやってきました。町へというか、雑貨屋さんにやってきました。今まで全然ノータッチだったこの左側の棚。食材がいろいろと並んでいるんですが、こちらの箱が小麦粉。お菓子を作る場合大抵使うものだけど、一つ50ゴールド買う？買います。小麦粉なんて何使うんだいっていう感じがするんですが。反対側にあるこれを選びます。ラッピングに100ゴールドかかるけどいいかい？いいよ。と、やると、このような形になります。プレゼント用に包んでもらったもの、その中身は、小麦粉。あ、こうやって見られるんだね。とりあえず、ラッピングした小麦粉をたくさん用意します。よし、出来上がり。ラッピングに包んだ小麦粉を7つ用意することができました。7つ？一体何の数字なんだ？ 7。それは小麦粉じゃねえや。コロボックルくんの人数と同じ。ありがとうなの嬉しいの。ありがとうなの嬉しいの。このようにコロボックルくんはみんな小麦粉が共通してまあまあ喜んでくれるアイテムなんですね。まあまあ以上かな。普通より上の喜び方をしてくれていると思うので、それをラッピングした状態で渡すと、この街の中で手に入り、コロボックルくんのお家まで割と近いですね。雑貨屋さんから。簡単に往復してこうやってね、高価なプレゼントというか、喜んでもらえるものを渡せるということで、おお、結構上がったね。コロボックルくんは、ラッピングした小麦粉で仲良くなるというのが、まあ、定番と言ったらあれだけど、手っ取り早く仲良くなる方法としては、楽ということで、それなりにね、知る人ぞ知る内容みたいな感じなので、今回やってみました。まあ、それぞれ、個別で、これが一番大好きなものなんだよっていうのは、コロボックルくんごとに全然別物で、存在はしているんですけどね。よし、では収穫お願いしよう。多分明日から3日間ぐらいでね、忙しくなると思うので、お願いしよう。
まあ一週間単位でもいいんですけどね。僕は何の仕事を頼まれるよりも寝ている方が好きなの。悪いな、収穫は重労働だけど、お願いするよ。コロボックル君仕事以来全員収穫。鎌のマークが並んでるとちょっと怖いですが、これで OK ですね。宿屋さん、明日大量収穫の見込みだと思うので、まだかな、なんかちょっと早すぎるような気もしますが。電話使用10円、ありがとうございます。こちらテレフォンショッピングです。テレビショッピングです。ただいま購入いただける品物はフライパンで2500ゴールドになりますが、買っちゃいましょう。お買い上げありがとうございます。受け取りは3日後となりますので、よろしくお願いいたします。お金はガンガン使ってしまいましょう。あ、そうだった、もうお父さんがいないと大変。今日は5時までだから。あー出た。そう、ランはお母さん亡くなってるんですよね。今日はお母さんの亡くなった日なの。私はお母さんの思い出ってないけど、お父さんはやっぱり。と、こういうことがあるから5時までなんですね。まあ早めに上がって、なんだろうな、家族の時間を大切にする時間って感じなんでしょうかね。この宿を利用している人的にも、お食事は5時までに済ませてくださいねっていう感じになってんのかな。これから何やってんの、忙しいんだから邪魔しないでよね。これ何気に、あれだよね、ダットさんがいない状態でランから怒られるのって結構レアなシチュエーションな気がしますね。多分基本的にはね、ここに立ってるダットさんに、おいおい勝手に入らないでくれよって怒られるっていう感じだったでしょうからね。でも多分裏で作業してると思うんですよね、ダットさん、この時間帯。なので、ランとかダットと仲良くなって裏入れるようになったら、ちょっと込み入った話も聞けるんじゃないかな。今はちょっとそこまで仲良くなってないので無理だったっていう感じですが。ゴッツさん、そしてチューさん、会いに来たよ。なかなか緊急が進まない。あっちにもいろんな種類がいてね。チューさんと仲良くなれば、牧場で蜂蜜取れるようになるはずなんですが、まだまだ遠いかな。で、ゴッツさん、会いに来たのは、お話を聞きたいだけではなく、動物小屋の増築が、どれぐらいで必要だったのかっていうのをちょっと忘れていたんで、これを確認しに来たというのもあるんだよ。6800と資材500か。ちょっと今の感じだとだいぶ遠いですが、まあ秋は収穫の秋ですから、十分やっていけるとは思うんですけどね。500本でしょ？うん、絶妙に足りてね。まあ、ただこれは1日ちょっと多めに、あれです。切り株殴ってれば全然到達できる範囲なので、資材はそこまで問題ではないですね。さあ、ではそろそろ寝ましょうかね。特にお仕事がなくても、この雑草が生えてしまった牧場の畑をね、軽くこうやって整頓するくらいは毎日やっておいた方が、雑草は毎日生えますからね。後で、ちょっとたくさん生えすぎて手入れが大変になるよりは、ちょっとずつやった方がいいですね。よし、おやすみ。